こんばんは、みきこチャンネルのみきこと申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、ちぎょちゃん水槽のリニューアルについてと、もう一つが新入りくんのご紹介の、動画になります。まずはちぎょちゃん水槽リニューアルについてなんですけども、この子たち一匹一匹がとても大きくなりました。もうこの画面に映ってる子なんてものすごく大きいし、もうかなり隔離機の中だと狭そうになってしまいました。もうなんかね、結構泳ぎづらそうというか、本当はもっと広々としたとこで泳ぎたいんだろうなっていうような感じですね。でやっぱり今日ちょっと調べてみて、ベリースライダー気味な子はどうやったら治るのかっていうのをインターネットで調べてみたら、水を全部入れ替えてしまう方法と、あと隔離器の中から出してあげて大きな水槽に移してあげる方法の2つを、ネットで調べて知りました。で、水の全入れ替えっていうのはすごく怖くて私はできないなと思ったので、ちぎょちゃん水槽隔離器の中から、30センチキューブの方に、移し替えました。移し替えると言っても30センチキューブの中に隔離器を入れているので、水の環境は全然変わっていないです。でやっぱり広々とした方が泳ぎやすそうにしていたので、まあこの後あの動画で撮影したので見ていただこうと思うんですが、大丈夫だと思います。で、一番心配だったのが水流の問題で、で水流に負けてお星様になってしまう子もいるっていうのもネットで調べて知ったんですが、まあ、テトラのろ過器はテトラのものですごい水流を抑えようと思えばかなり抑えられるものなので、最小限水流を小さくして今30センチキューブの広々としたところにいます。でこの今動画で見てもらってるのはまだ隔離器の中に入ってる状態です。ちょっと狭苦しいですね。はい、ということでこの30センチキューブの中に一見パッと見何もいないように見えますが、よーく見てみるとズームをするといます。はい、いますね。でそこのね、そこの汚さがすごいんですよね。今日そこの砂を全部取って、でスポイトで細かい汚れも取ったんですが、そこの掃除がどうやったらいいのか分からなくて、問題点がその1がそこの掃除についてなんですけど、皆さんは底砂がない水槽はどうやって掃除をされているのでしょうか。もし教えてくださる方がいらっしゃれば教えてほしいです。スポイトだけだとちょっと間に合わなくて、で問題点その2はベリースライダーは果たして治るのかですね。これはもう一旦大きな水槽に入れてみて様子を見るしかないなとは思ってるんですが、まあ、でも大きい水槽にしてからこうやってふよふよと浮いてる子もちらほら見えて、まあ、もしかしたら隔離器の中じゃなくてやっぱ広いところにした方が良かったのかなって思いました。この子は完全にベリースライダーな感じなんですよね。この泳ぎ方もちょっと独特で、結局こうやってそこに行ってへにゃんとなってしまうので、だけどそれでも広い水槽に移してから一生懸命果敢に泳ごうとしているので、結果まあ良かったのかなって思ってます。ただ本当にそこの掃除がどうしたらいいのか、何を使えばいいのかわからなくて、
問題点は多いですが、なんとか解決できるように頑張ります。で、底砂がね、本当にね、ちょっと私の中では問題点、一番大きい問題点なんですが、なんとか解決します。では次は新入くんのご紹介です。はい、こちらスーパーデルタテールのオスの子です。名前はまだありません。名前がね、まだいい名前が思いつかなくて、何かいいアドバイスというか、何かいい案があればコメント欄で教えてください。長生きしそうな名前がいいですなんかこの子はまだちゃんと制御っていう感じじゃなくて、大人っていう感じがあんまりなくって、もうちょっとしたらもうちょっと大きくなるのかなっていう感じの子で、まだちょっと小ぶりですね。でも色がすごい綺麗だったので一目惚れでした。で、ずっとこの子、ここの左側の側面をずっと行ったり来たりしてるんですが、それにはちょっとした理由があります。理由はこちらのガールズ水槽にあるのですが、ガールズ水槽の方を行ったり来たりしてるんですが、これ理由がありまして、はい、ご対面させてしまったんですね。ご覧の通り、あのメスたちがすごいことになってます。3匹ぎゅうぎゅうにもう、で、あのこれはいかんと思って、すぐにあの真ん中に仕切りをして見えないようにしてるんですが、もうずっと向こう側にメスがいるということを知って右往左往してます可愛いです。で、今回阿部ちゃんさんに教えていただいた方法、ヒーターは斜めにしました。はい、これで事故も防げると思います。で、あともう一つ阿部ちゃんさんからいただいたアドバイスで、あの南沼エビもチギョちゃん水槽の方に今回入れてみました。底砂の問題も南さんが解決してくれるといいんだけどな。とても綺麗な子です。可愛いです。はい、またまた賑やかくなり始めました。どの子もみんな長生きしてほしいです。今回この動画が良かったと思ってくださった方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。